こんにちは、あこちゃんです。ローマンシェードの作り方をざっと説明します。ですね、見えるかな？ちょっと待って。ですね、ちょっと見えないな。カーテンのローマンシェードをつけたい場所の寸法に切って縁を縫った布です。ちょっとこれは窓が大きいんで長いです。で、下はね、ウェイトバーが入ります。なんで本当はここ開けとくっていうんですけど、私はここから入れようかなと思って、ちょっとまだ今考えてるとこなんだけど、例えばここにはちょっと重しの板みたいなのが入ります。で、基本的にはシェードの、ここの部分に糸が通るので、こういうテープをずっと両側縫ってあります。それがこの大きさでは、1、2、3本ありますね。でですね、こういう木の棒みたいな四角い、集成材というものなんですけど、これは軽くてね、とってもいいんですけど、柔らかくて。で、こういう形の金具を買ってきて、ねじ込んでありますね。で、ここのとこを糸が通ります。で、これがいわゆるローマンシェードを作る時のメカになる部分です。で、ローマンシェードのこの切れのこっち側には、マジックテープが縫い付けてあって、で、このメカ部分のこの木の部分にも反対側の、これがマジックテープが付けてあって、要するにこうなって、これがこうくっつくという感じですね。こうやってね、です。で、中から見ると、この中の部分に金具がついてるから糸が通るという仕組みになってます。って言っても、まだちょっと何のことやら分かんないと思いますが、基本こんな感じで、この気孔の部分を、これのようにこうつけたいところに釘で固定します。で、ローマンシェードをつけて、その内側には糸が張ってあるということで、その糸を、これちょっと今まだこれ制作途中なんですが、こう糸を引っ張ることによりこれが上がると。で、この今ここぐちゃぐちゃしてるんですけど、ここにこの裾のところに重しが入ると、棒のような長い平らなものでも何でも、ウェイトバーというんですけど、それが入ると、ここが、くしゃっとならずに、この全体的にまっすぐなままで上がるということですね。で、裏面にはこのリングテープの、リングのところにロープが、コードっていうかな、それが通ってます。で、最後だけは結び目ができてて、で、紐を引っ張ることによりこう動くっていう、本当に簡単な仕組みなわけです。じゃあ、作ったローマンシェードを今から取り付けに行ってきます。